百州武道具店の動画。やっちまった昨日。やっちまった昨日県の講習会でね、もうすごいいい気づきがあったんですよね。なんかもうこういうことあるよね、県のやってると、もう固くなりに自分がこうだってこう信じていることが崩れていく崩れていく瞬間。なるほどね。何回もその話聞いてるんだけど、ある先生が言うとふっと入ってきたりとか、何なんだろうね、あれはね。こっちが聞く準備ができたっていうのかな。もう間違ってることばっかりです、反省ばっかりだから。そういうのを気づかせてくれた先生にやっぱすごいなって思うんだよね。お店に戻ってきました。昨日何があったかというと、これはもう僕の気づきなんで、皆さんとはちょっと全然違う、いまいちピンとこないと思うんだけど、左手の位置なんですよ。左手の位置、これ僕これまでね、左手を真ん中おへその前に構えてたの。だから、しないできるだけまっすぐなるように、左手入れて入れて、まっすぐ動けるようにってやってたんだけど、これが間違いだったんですよね。左手が真ん中じゃなくて、左手の親指の付け根がおへその前に来るように構えます。だから、こう構えて、まっすぐ構えてるようで、少しこうなるんだよね。少しこう斜めになるの。だから、剣線の先が左目につくように。だから、少しこうなるの。そうすると、これまで僕ね、左手が痛かったのよ。今も痛いの。だから、なんでかなって思ってたんだけど、でもこれは合ってるし、ともう思い込んでたの。思い込んでた。だからこれが、ちょっとこう、こっちに来る。こっちに来るだけで、もう楽。もう楽、それだけで。こういうことだったんだ、と思ってね。それが僕の気づきです。これまでは、これがおへその線だとしたら、この V 字の、ここ。ここが、この線に来るようにこう思ったんですけど、よくよく見てみると、ここの骨、ここがこの線の上に来る。こうじゃない、こうじゃない、こう、これだけで全然違う。それで僕天の弱だからね、まあ、またこの本引っ張り出してきて、全県連の剣道指導要領、何々構え方の2番、左手は下腹部へそ前より約一握り前に絞り下げた状態に位置する。この次ですね、左手親指付け根の関節がへその高さ、左拳はへそより少し低い位置にする。書いてんじゃん、左手親指の付け根の関節がへその高さ。へえ。剣先はその延長が相手の両目の中央または左目の方向を向くようにすると。ちゃんと書いてた、読んでなかった。それで僕は思いましたね、ちょっと考えました。左手の親指の付け根がおへその前、ちょっとしないこう斜めになるんだよみたいな話は何度も過去多分ね聞いてるんですよ、間違いなく。でも聞いてるたびに耳がパターンってなってたね聞こえないふりしてた。それでなんで今回に限ってこんなにストンと染みた入ってきたかっていうと、やっぱりね、その先生の教え方、講習会の先生の教え方が素晴らしかったっていうのと、僕がこう左手痛い、なんでかなって悩んでた、僕の方に聞く準備ができてたって、これガシッとあったと思うんだけど、その先生の教え方素晴らしかったのは、ただ左手のこう付け根がへそ前ですよって言われただけだったら、またいつもと同じようにピンと来てなかったと思う。でもその先生は、ご自身の昔の体験談を、元に織り交ぜて言ってくれたの。その先生が八段受けるときにね、昔の話だよ、八段受けるときにまっすぐやっぱ構えてたんで、まっすぐ、そしたらその左手じゃあ八段受かんないねって言われたそうなんですよ。それで左手の位置見直したら八段合格。強烈でしょ、えってもう僕もやっぱびっくりして、こんな強い先生でもこういうことあるんだと思って、しかも僕もこう手首がこうなってたからね、同じだと思って、もうその短い話だったんだけど、それにもうすごい引き込まれたので、もう一つはこれはもうお家帰ってから気がついたんだけど、普通やっぱりね、そういう自身の、失敗談とか経験談とかって言わない方が楽じゃない。違う、左手の付け根真ん中来てないって言った方が楽でしょ。でもそれじゃ伝わらないってことなんですよ。多分僕だけじゃないよ、何人も多分それでストンって来てたと思う。ああ、
ってことは僕も自分の失敗談とか恥ずかしい話をしないといけないってことだね。人に伝えようと思うと。そういうことか。恥ずかしいな。何言おうかな。恥ずかしい話、失敗談。まあ、昨日ちょうどそのね、後輩の人とかお話してたね。中学の時になんか市内の割れたやつでこう弓矢とか作ってたよね。それでこうプションってやって、それがなんか武道館の下の窓を突き破ったとか、あるよねとかって勝手に割れました先生みたいな、あったような気がする。何を伝えようとしてんだ俺は。いや、剣道やってると本当に人間って忘れちゃう生き物だなっていうのを実感しますね。講習会行った、半日いた、一日いた、いいことをいっぱい聞いた、いろんな先生いろいろ教えてくれた、メモも取った、ビデオも取った、でも忘れちゃうんですよこれ。本当なんでかな、本当忘れちゃうよね。だから一個でいいんで、僕はこの左手のこれやります、だからいいこと聞いたら一個これ集中して一つ一つ重ねて一緒にやりませんか。今日はこんなところでありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。